こんにちは、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様。今回はですね、ミスター M さんがトレーニング中に粉飴を水に溶いて飲むということだったんですけど、粉飴っていうのはね、私知らなかったですね。何なんでしょうね、これはね。ちょっとね、私が飲んでる水と、あとね、今回はミスター M さんにちょっと聞いてみたいことなんですけども、私はですね、この、何と呼ぶのか分かりませんけども、このね、ミネラルウォーターの、これ実はスパークリングなんですよ。ちょっと微炭酸なんですよね。で、炭酸水を飲んでるんですよね。炭酸水っていうのは、まあなんかシュワシュワ感がね、コカ・コーラが好きで、コーラは飲んでないんですけども、シュワシュワ感がちょっとね、心地いいのと、あとね、まあ何て言うんですか、ちょっと満腹感があるんですよね、これがね。そういう理由で飲んでるんですけども、これについてはどう思いますか？私はね、飲みながらもいいのかなとか思うところもあるんですよ。やっぱり普通の水とかね、お茶とかの方がいいのかなって気がするんですけども、今回ね、粉飴っていうね、ちょっと聞き慣れないのをミスタイムさんが飲んでらっしゃるのを見てですね、ちょっと今回は聞いてみようかなと思います。炭酸水は筋肉にどういう風な作用するんでしょうか。怖いけどちょっと聞いてみたいね。いかがでしょうか。それではですね、5月5日の22時からガチンコ対談、こちらの方もよろしくお願いします。それでは。